代々続く旧家の造り酒屋でね、この主夫婦が、まあ、もう夜年並みなんで自分たちはまあ隠居してね、でせがれ夫婦に代を譲ろうと、まあ、こういったわけなんですよね。さてこうなるとせがれ夫婦大変なんですよね。なぜ使用人はいるし、まあ仕事もそうなんですが、家のことあれこれとやることが増えてしまう。今まではその先代の夫婦があれこれとやってくれたわけですがね、もう助けてくれないとなると仕事がやたら増えちゃうわけですよ。これおかみさんも大変だ、家事にそれに仕事の方にね、店から使用人からで、どうしようと。じゃあ働き者の若い娘か何かに来てもらって住み込みで手伝ってもらおうという形になった。で新立寺にお願いしたんですね。でやがていい子が見つかった。明るくて元気なね、若い娘なんですよね。でも喜んだ、ああいい子が来てくれた、この子はまた結構な働き者なんですね。まあ来てそうそうそうは仕事ができないんでね、まあ、だんだん覚えていけばいいよと。さあそういうことだったんですね。まあ新入地ということもありますからね、そう無茶はお願いできないわけで、でもこの子とってもよく働くわけだ。で死に死にこの仕事の方も覚えていく。そうこうするうちにやがてもう一月、仕事をもうほとんど覚えたんで、まあ、自分の時間が作れるようになった。今までやってるとね、仕事で追われて疲れるわけですよね。で夜、まあ、食事も済んで自分の部屋に入るともうパタッと倒れちゃう。でまた朝起きる、で仕事をする。それが慣れてくると、まあ、自分の部屋に入って時間がいくらかあるんでしょうね。ああよかったなと思ってた。とこの頃からなんですが、この娘が何だか知らないけど妙にね、具合悪そうな顔をするようになった。こんなしか痩せてきたんで、あらーと思った。元気のいい子なんですが、なんだかあんまりこう何も言わなくなってくるし、笑顔も見せないし、日に日にだんだんとこれ痩せてくるんですよね。おかしいなと。体の具合でも悪いんじゃないだろうかと思って、おかみさんが聞いてみると、いえどこも悪くありませんとは言うけど、どう見てもなんだか普通じゃない、どうしたんだろうなと思ってた。あまりみんなとも話さないし、時折なんですが生あくびをしてる。どうやらこれ夜眠ってないらしいんですよね。一体何があったんだろうなと気になってた。正午ごとにだん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 とげっそり立ってきて、顔色も悪くなってきたし、弱ったなと思ってた。とこの娘がね、どうも体の具合が悪いんで誠に申し訳ないんですが、お暇をいただけませんかと。こうなるとね、ダメとは言えないですから、あそうどうもありがとう。でまあお礼を言って何がしかのものをこう包んでね、で暇を出したわけですよ。さあこうなるとまた大変ですから、ああ代わりの子がいないかなと。まあ健康でもって明るくってね、うん、そういう子が一番いいと。でまああちこち知り合いに頼んだわけですよね。住み込みでもってやってくれるようなそういう娘さんいないかしらと。しばらく経っていい娘が見つかった。もう健康そのもの、明るくてね可愛い女の子で、ああよかったと。この子もなかなか働き者なんですよね。これで助かった。初めのうちはね、まあそう仕事になれないんですけど、日に日に覚えていくわけだ。そうこうするうちに一月もすると、もう一応全部仕事ができるようになった。ああよかった。今まではもう仕事に追われてね、気も使う体も使うで、夜になって、まあ、夕食が済んだら自分の部屋に入ってほとんどもうパタッと倒れて寝てたんでしょうけども、だんだんと自分の時間を持つようになってきたんで、ああよかったな。主夫婦も安心していたんですが、その頃からなんかだんだんと元気がなくなってきた。あらと思ってると、なんだか少しやつれてきたんで、あれやつれてきたなあの子と思った。元気なこの娘が口数が少ないんですよね。あれ笑うこともだんだんとなくなってきた。昼間時折なんですが生あくびをしてる。あれ眠ってないのかな、体でも悪いんじゃないかと思っておかみさんが聞いてみると、いやどこも悪くありませんって、医者に行こうかって言って本人が大丈夫ですって言うから、これはしょうがない。なんだろう、どうしてこの子その訳も話さずに具合悪そうにしてんだろうなと不思議には思ったんですがね。それでそんなある朝なんですが、
いつもなら早く起きてきてもう仕事をしているはずのこの娘、起きてきてないんですよね。あらと思った。おかみさん気になったもんですからね、自分がこの娘の部屋へね起こしに行ったわけだ。この娘の部屋というのは家族が住んでいるこの大きな家がある、その北側、そこにあの小さな離れがあるんですよね。8畳ほどの畳の部屋で、そこには小さな風呂場もあれば洗面にトイレに全部ついてるわけだ。若い娘ですからね、まあ一日中家族と一緒にいるわけだ。でも休む時ぐらいはね、四六時中一緒にいるんですから、まあ自分の好きな時間を作ってやろうというわけで、まあその離れにこの娘住まわしてるわけですよ。まあ前の娘もここに住んでたわけだ。で生活したわけですよね。お客さんやってきた。襖が閉まってるんで名前呼んだんですが、返事がない。入りますよ、いいですか、断ってずっと襖を開けてひょいっ覗くと、あらーと思った。その8畳ほどの畳の間なんですが、その畳の間の普通だったら真ん中寝てますがね、この娘壁に貼り付けるし寝てるわけだ。それも頭を出入り口の方に向けて頭から布団かぶって小さくなって寝てるんで、あらおかしな寝方をしてるなと思った。で具合でも悪いのってふっ目が覚めて慌てて起き上がって謝るんで、そんなことはいいんだけど、あんたどうしてこんな寝方してんのって聞いたら、それには答えようとしない。ただすいませんすいませんと寝坊した自分を謝るばかりなんですね。おかしいなと思ってひょいっと見ると、部屋の隅なんですが皿に乗ったね盛り塩がしてあるんで、俺この子なんであんなことしてるんだろう、それがなんだか気になった。で待てよ、前の娘といいこの子といい全く状況に似てるんですよね。これ病気とかそういうんじゃないなと、もしかするとこの部屋に問題があるんじゃないだろうかと思った。だいたいこの部屋というのは全く普段使ってなかったんですね。たまたま若い娘が来るというんで使うようにしたわけで、それまではまあたまには掃除はしますが、そのまんましてある離れなんですよ。まあこのおかみさんという人はなかなか肝っ玉の座ったおかみさんですから、もしやと思った。で娘に、あと今日はねこの部屋で寝なさいよと、で母屋の方に寝させたわけだ。で自分はこっそりと布団を持ってきてその部屋に引いたわけだ。で入り口の方に足を向ける、で頭ですから座敷の奥になるわけだ。食事も済んで風呂も入って、じゃあお休みって自分は部屋行ってね、で小さな明かりに変えたわけだ。プチ、この明かりというのは部屋の天井からバラーンとコードが下がってる、その下にある電球が下がってるんですが、それには傘がついてるわけだ。傘があるんで上の方は暗いんですよ。下はこううっすら照らしてる。布団にゴローンとなった、あってなーと思いながらふーっと何やなこう部屋の中見てる。視線が入り口の襖に行く、スーッと上がっていく。カモイがあってその辺スーッと壁見ていくと、その辺りもうすでに電気の傘でもって明かりは言ってるんですが、うっすら何か見えてて、あらっと思って一瞬びっくりした。壁のところに女がいるんだ。見るとそれ大きな額に入った着物を着た女の絵なんですよね。若い娘なんだ。なんだろうこの絵。まあ、代々続く家ですからね。あの仏場に行きは絵だとか写真がこうずっと置いてある。これは大体まあ葬儀の時の、まあ、遺影なんですがね。それは置いてある。でもそうじゃない、ね。若い娘着物を着てる。でそれがポンと入ってるんですよ。これ一体誰だろう、何だろうこの絵と思ってた。で見てるとその絵の女がこっちをじーっと見てるんです。それがなんだか妙に気味が悪い。嫌だなこの絵、見るとなんだか気味が悪いんですよ。と思ってね、視線をそらそうと思ってふっと横へ逃げるんですが、やっぱり目が合っちゃう。この反対側の方へ行こうって言ってみるんですが、やっぱり目が合っちゃうんですよね。どこへ行っても目が合っちゃう。じーっと向こうこっち見てるんだ。それで、あ、そうかって気がついた。どうやらその着物を着た女の絵、その目がずっと自分を見るもんだから、それが怖くって、あの娘がね壁の方に布団をつけて頭を出入り口の方に向ければもう目が合いませんからね。で頭から布団をかぶって寝たんだなと思った。ああそういうわけなんだと思った。確かに見ればなんだかいいような感じがする。おかしな絵だなと思ったんですが、分かってしまえばどうってことないんで、じゃあさあもう寝よう。で眠りについた。それがどのぐらい経ったからかね、
ふーっと目が開いた。あ、いけない、あ、寝なくちゃと思ってまた寝ようと思うんです。なんだか眠れない、やけに胸苦しいんですよね。なんだろうこれ、妙にこう空気がよどんでるんですよね。どこ行こうと思ったら、あら、体動かない、びくりと動かない。うわ、なんだろう、あ、驚いた。声を出そうにも声も出ないで、うわ、なんだこれと。目だけは動くんですよ。足元の襖、スーッと目がいった。それがずーっとね、上の方に上がっていく。カモイがあって、その壁のところ、スーッと目を追っていくと、うわーと。いない。あの額に入った着物を着た女の絵。額はあるんですが、女がいないんですよ。どういうことかわからないから、なんだーと思った。でも体動かない。立ち上がれないから、その、ふー。汗が流れてくる。やってると、その時なんか目の先に気配を感じた。目だけは動くもんですから、ふっと目を開けた瞬間、うわっと思った。自分の目の横なんですが、着物の柄が見えた。その柄、あの額に入っていた娘が着ているあの着物の柄なんで、ええー、と思った。これがさっと動いてる。自分はたまどうすることもできない。じーっと見てると、カスカーの音がした。どうやらその女はこっちふっと振り向いたらしい。自分は動けませんからね、そのままじーっとこうしてる。目だけはどうにか向くんですがね、とそこへスーッと覆いかぶさるように女の白い顔が現れた。若い女は口のところ手でこう押さえてるんですが、指の間からふっと血がにじんでる。そしてぐーっ自分に顔をつけてきた。近づいてくるもんだから、うわーっと思ったんですが、そのままふーっと意識を失っちゃった。翌朝はっと目が開いた。うわっ、体動いてる。ああと思ってふっと見ると、壁のところ額の中にちゃんと着物を着た女では入ってるわけだ。ああ、あれ夢だったんだろうか、嫌な夢見たなと思った。それにしてもこれ一体誰なんだろうと思ったんで、これ旦那さんに話したわけだ。ところがこのご主人の方もそれがわからない。で先代のお父さんのところで話聞いてみた。あの部屋にある穴は誰なんだというと、この先代がね、ああ、あの絵の女というのは私の姉なんだって。え、話によると19の時に大層な家に見染められて嫁に行ったんだそうですがね、胸を患ったんで実家へ帰されちゃった。こうなると親にとっては不憫なもんですからね、ましてやここ造り酒屋なんですよね。まあ胸を患ってるっていうんではちょっと表向き具合が悪い。でこのご主人が家の北側に離れを越えた。でそこに小さな風呂と洗面台トイレを入れたわけですよね。でここでその娘に暮らさせたわけだ。この離れに入れるのはその先々代の要するにお父さんとお母さんとお医者さん、この3人だけ。あとは入ることはできなかった。どうやら娘というのはこの離れでもってずっと暮らしていたんでしょうね。そして病気で亡くなったのか自殺で亡くなったのかただかじゃないんですが、若い命を終わらせたわけなんですよね。でもこれって考えてみると隔離のようなもんなんですよね。どうやらずっとその離れの中で生活をしていたんでしょうね、その魂だけが。そんな時に年格好の似たような若い娘がその部屋に来たんで懐かしくて現れたのかもしれないですよね。ねえ。